はいどうもこんにちは、おもチャンネルんです。さあ今回ね、はいこちらちょっと見ていきましょう。はい、トミカリビテッドヴィンテージネオの引っ越し関係のトラックね、2種類ですね。はい、まずね、上の方がこれね、最近発売されました、ハトのマークの引っ越しセンター。こちらね、イスズエルフのパネル版となっております。もうこれね、発表されてすぐポチッといきました。でもう一つの方が、これ結構ね昔に発売されたものなんですけど、これがね、アート引っ越しセンターですね。日産アトラスの F24 パネル版になります。アート引っ越しセンターといえば、少し前ですね、はい、通常のねトミカでね、これ登場したんですけども、実は昔ね、こうトミカリミテッドヴィンテージネオにもあったということで、さあ今回ね、せっかくね、ハトのマークの引っ越しセンター出たんで、一緒にねちょっとね見ていこうかなと思います。ではね、最後までよろしくお願いします。じゃあとりあえずこの新しい方からいきましょう。では改めましてね、今回ねトミカリミテッドヴィンテージネオになります、イスズエルフパネル版ハトのマークの引っ越しセンターいきたいと思います。はい、このシリーズねもうスケールは決まっております。64分の1となってて、でギミックとかはまあ特にないですね。手転がしのみできるんですが、今回の車両ね、僕ねもうこれいつも取り付けは行わないんですけど、サイドミラーがね別パーツで付いてて、自分でね取り付けるようなね形になってますね。これを付ける勇気は未だにないんですよね。で、箱ね全体は、はい、ざっくりとこんな感じになっておりますね。64分の1のねトラックなんで、そこそこの大きさはねもう毎回思うんですがありますよね。で、今回もねどんな感じになってるかね非常に楽しみです。では開けて楽しんでいきましょうね。ハトのマークの引っ越しセンターで、僕の近所っていうか近辺では見かけないんですけど、関西圏もあるんですかね。どっちかというとね、後で見るアート引っ越しセンターがめちゃくちゃ見るんでね、一回ちょっと見てみたいですね。さあそれでは行きましょう。存在感は抜群でございます。はい、とりあえずねこちら、はい、車両を出しておきまして、でここにね一応サイドミラーなのでね、このランナーが入ってますね。はい、こんな形になっておりまして、とはい、左右別々のランナーになってますね。こちらはね大切に、ね、保管しておきたいかなと思います。さあそれではね、登場しましたハトのマークの引っ越しセンター。ではちょっと見ていきましょう。さあそれではね、まずはね全体ですがね、はい、ぐるりとこんな感じですね。さすがトミカリミテッドヴィンテージね。今回はネオということで、もう本当にねこのシリーズ久しぶりにね新商品ちょっと開けてる気がするんですけど、やっぱね作りがとにかくすごいですね。細かくできてるんじゃないかなとね。ちなみに値段こちら5000円ちょっとですね。ヨドバシさんで5000円ちょっとで購入いたしました。ではちょっと細かくいきましょうか。まずね、はい、顔ねこのようになってますね。はい、まずこちらですね、イスズエルフのロゴですね。はい、こんな感じでしっかりとねフロント部分に書いてあります。で、上の部分にはねこれハトのマークの引っ越し専門のね、はい、こんな感じのロゴマークしっかりとねプリントで書いてますね。でこちらのハトのマークの引っ越しセンターのメインカラーなんですかね、緑色が車体のカラーになっておりまして、で虹のようなラインがね、はい、このように、ね、デザイン入ってますね。虹といっても2色なんですけど、黄色と赤のね2本のラインが、サイドとかねフロントの部分しっかりとねこのように書いてあります。あ、上部もありますね。あ、上の部分は緑と黄色と赤の、ね、3色のラインになってね。でヘッドライトはこちらはしっかりとクリアパーツになってて、形もね結構ね細かく透明度も高いパーツになってますね。もう素晴らしいね。でグリルとかバンパーとかね本当に細かくよくできてるのかなと思います。この辺の作りとかも結構ね繊細なので、ちょっと取り扱い気をつけたいんですけどもね、本当しっかりとできてますね。で側面横から見てみるとこんな感じ。いやもう本当ね存在感めちゃくちゃありますね。とりあえずドアのところからいきましょうか。はい、こんな感じですね。ここねさっき言った通りラインが入っておりまして、でここのレンズは塗装仕上げです。で後ろの2室のデザインですね。はい、こんな感じです。ここのね箱ねこんな感じでしっかりとねこう波打つような形になってるんですが、その上にねしっかりとねプリントね、ロゴマークとか文字関係、そしてねこのラインデザインですね、しっかりとね全てプリントで書かれてますね。この波打ってる上にねしっかりと書かれてるのがまたリアルでいいですね。この見る角度によってこう光り方とかもね変わってね、本当に細かくできてるんじゃないかなと。でサイドバンパーも塗装しっかりと入ってて、パーツもねほんと細かくしっかりとね作られてます。でちょっと内部ねこことかも細かい塗装入ってます。でホイールタイヤはこんな感じのデザインになっておりまして、タイヤの部分はしっかりとねゴム製ですね。ちなみに後輪は2輪ですね、ダブルタイヤとなってます。で後ろねテール周りはこんな感じになってまして、こちらもねロゴ関係文字、そして電話番号ですね。多分これかけると繋がってしまうんで、いたずら電話などはしないでくださいね。こんな感じでね本当リアリアルにねしっかりとね書かれているんじゃないかなと思いますね。リアのバンパー、このステップのところですね、ここの部分もちゃんとありますね。いいですね。でテールレンズはこちらは塗装仕上げ
です。ナンバーは緑一色ですね。で反対側の側面ですが、はい、こちら側もバッチですね。ほんとここの部分のこのね質感とかがね、もうさっきの面でも言ったんですけど、ほんとリアルでね、うん、素晴らしい。でサイドバンパーもこちらもありまして、内側のねこの辺の構造とかもバッチリかなと。で、あ、内装見るの忘れました。こちらねハンドル周りちょっと見にくいかもしれませんけど、シートがグレーですね。シートがグレーで、ダッシュボードハンドルのところが黒色のね成形色となってますね。まあ、黒というかちょっと濃いめのグレーか。一応こんな感じで2色に分けられてますね。で上から見てみると、はい、このようになっておりまして、荷室のねこの上のところにもねマークとかね、このようにね3色のラインがしっかりとねプリントで書いてあります。で底の部分は、はい、こんな感じになってて、マフラーのねエキゾーストとかもねちゃんとこのようにシルバーの塗装が入ってて、でスペアタイヤも装着されてますね。タイヤの部分はしっかりとねゴム製です。でこちらの車両ですね、ギミックはね特にまあないんですけどもね、手転がしはねしっかりとできる形になってます。はい、ということでね、いやもう満足度めちゃくちゃ高いですよ。さすがトミカリミテッドヴィンテージにはね、まあギミックとかないんですけどもね、全然なくても本当ね、あの作りの細かさとかね、そしてこのスケール感存在感がねもういいんで、いや本当に大人のトミカっていう感じしますよね、これね。めちゃめちゃかっこいい働く車の、まず一つ目、こちらね、イスズエルフのパネル版、鳩のマークの引っ越しセンターでした。さあ、それではもう一つもね、非常に楽しみです。あと引っ越しセンターの方もね、続いて見ていきましょう。さあ、それではね、行きたいと思います。二つ目、トミカヴィンテッドヴィンテージネオンの、はい、こちら、日産アトラス F24 パネル版、アート引っ越しセンターになります。ね、こちらもね、もちろんスケールはね、64分の1となってて、で、この車体ほんと楽しみですね。でちなみにこちらね、僕ね、あの中古で購入しておりまして、まあ、そこそこね、値段します。7000円ぐらいだったと思うんですけど、発売されたのが、これね、2012年かな？もう10年以上前のね、車両なので、まあ、そこそこ、まあ、安く買えたんじゃないかと。車両の状態まだちょっとね、あの、買ってから確認してないで、それは今から見ていこうかなと思うんですけども、あの、外箱はね、若干傷んでますね。ちょっとこの辺とかね、折り目とかあるんで、まあ、若干傷んでるんですが、そこまで、ま、僕は気にしないですね。まあ、綺麗に越したことはないですけどね。で、背面に、ね、こちらね、実際の車両の写真が載っていると。ね、この感じがね、どこまで再現されているんでしょうか。さあさあ、それでは行きましょうかね。ちなみにこれはサイドミラーとかの取り付けはないんですけどね。特にそのような記載ないんですけどね。ちょっと開けていきましょうかね。サイドミラー自体がないんかな？そうかもしれません。さあ、それでは行きましょう。よいしょ。どんな感じになっているんでしょうか。車体がね、まず切れかったらいいんですけどね。では行きたいと思います。どうでしょうか？お、全然、あ、めちゃめちゃ綺麗じゃないかなと思います。ではでは、楽しんでいきますか。おぉ、いいね。引っ越しセンター。ちょっとこの慣れ親しんだデザインが最高です。ではではね、ちょっと行きたいと思います。まず、はい、全体はザザッとこんな感じになっておりまして、まあ中古なんですけど、あの、全然本当に新品みたいな感じですね。若干ちょっと、まあ、汚れというか、色のくすみはね、光の角度は変えると、まあ見える時あるんですけど、そんな気になるものでもないですね。うん、非常にいい状態じゃないかな。思います。でちょっとね見ていきたいと思いますが、まずこちらですね、車両は日産アトラスになります。顔結構小さめですね。64分の1で同じスケールなんですけど、さっきのちょっとだけ出しましょう。はい、エルフと比べると結構なんか細身な感じですね。はい、こんな感じになってて、後ろの荷室もかなり細身となってます。だからちょっと小型なんですかね、こっちの方がね。で細かくね車両の方見ていきたいと思いますが、まずはい顔こうなってまして、ここのレンズ関係は全てクリアパーツで、ウインカーのところはちゃんとオレンジになってますね。で、これね、ここはアトラスのロゴですかね。このように入ってて、日産のエンブレムもありますね。で、ナンバーも、こちらはね、ちゃんとこう番号とかね、文字書いてるんですよ。さっきの鳩のマークね、なかったんですけど、こっちはね、ちゃんと記載されてるんで、ここ結構ポイント高いですね。で、上のね、部分ですが、こちらのおなじみのマークね、このロゴ書いてて、で、下にはね、アートコープのね、文字もね、しっかりと書かれてます。いいですね。で全体のね色的にはまあ白いベースになっているんですけども、ほんとおなじみのデザインのトラックですね。で側面ね見てみると、ほんとこちらもねもう存在感バッチリね。うん、多分この感じは皆さんによく見ると思います。車種は違うかもしれませんけど、このデザインはもうおなじみかなと。でドアの部分からいくと、ここね ザ0123.com とね、これサイトのね URL かなんかだと思うんですけど、この辺書かれています。でここちょっとね細かいんですけど、はい、この部分ね、はい、文字書いてあります。結構細かいんで、後で大きくして僕自身もね確認したいと思いますね。多分アート引っ越しセンターで書いてるのかな、ここね。結構ほんと細かい作りですね。
で、2室のところ、こちらのデザインですね。ザ・0123のロゴね、大きくね、ちょっとこう斜め向いてね、入ってまして、で、アートコーポレーション、あなたの街のね、アート引っ越しセンターの文字もしっかりとね、書かれてます。いいね。ほんといいですね、これね。で、サイドバンパーね、ちゃんとついてて、白色になってます。で、ホイールタイヤはこんな感じで、タイヤの部分はちゃんとね、ゴム製で、こちらも後輪はダブルタイヤですね。で、後ろ、テール周りですが、はい、このようになっておりまして、ここもね、まあ、文字とかね、しっかりとこのようにねプリントで書いてます。でレンズは塗装仕上げで、後ろのナンバーもしっかりとねこのように記載ありますね。素晴らしいですね。でステップのところもね黒の別パーツになってるんですが、ちゃんとついてます。で反対側の側面ですが、はい、こちら側もしっかりとねマーク文字関係バッチリとね、はい、こんな感じで入っておりまして、でサイドバンパーもあります。で屋根上から見てみるとこっちの方がいいですね。はい、こんな感じこちらにもねロゴ関係ね文字しっかりとねプリントで書いてます。電話番号もねしっかりと書いてますね。引っ越しするときはここにかけてみてください。でそこの部分はと、はい、このようになっておりまして、こちらもねエキゾーストとかの、ね、塗装がちゃんと入ってまして、でスペアタイヤもついてます。もちろんタイヤはゴム製です。でこちらもですねギミック特にないんですが、手転がしがねしっかりとできる形になってるんですけど、ちょっと落としますね何でしょう、気になりますけど、うん、なんかあれかな、ずれてんかな。まあ油さすといいかもしれませんけど、若干落としますが、まあ手転がしができる形になってます。はい、ということで、いやこれもねもうバッチリですね。うん、若干今のとのタイヤの音は気になりましたけども、車体としては本当にねもう出来は素晴らしいものになってたんじゃないでしょうか。じゃあちょっとね、はい、並びましょうね。普通のトミカと比べてみるとこんな感じです。あ、まあ車種は違うんですけど、顔の大きさは同じぐらいですね。こうして並べてみるとね、ちょっとここちょっと意外でしたけどね、同じぐらいの大きさですね。ただ後ろのね大きさが全然違うんでね、本当なんか親子みたいな感じなんですけど、なんかデザインはねいいですよね。トミカはトミカでこうなんかこうちょっとこう軽くディフォルメされたような、ね、感じのこうデザインになっててね、こっちはしっかりできてる。うん、なかなかどっちも魅力的ですよね。素晴らしいかなと思います。本当なんか親子みたいですね。反対側もこうなってまして、で上ですね、ルーフの部分もと、よいしょ、はい、こんな感じのねデザインになってます。電話番号は一緒ですね。いやーでも本当ね、なかなかの存在感の車両になっておりました。はい、ということでございまして、とちょっと今回はですね、ちょっと贅沢にもねトミカに見てるとヴィンテージネオのね引っ越し関係のトラック、ちょっとね2台一緒にね見ていきましたが、さあいかがだったでしょうか。上のつけとこうか、これ明日の方がいいか、一回ちょっと後ろ行ってきます。まあほんとねどちらもねもう満足度のね高いミニカーになっておりました。もう僕はもう大満足ですね。でこの鳩のマークのね引っ越しセンターはねもう発売されたばかりなので、まあ、気になった方はぜひねお早めにねちょっとねチェックしてみてください。で、あと引っ越しセンターの方はもうほんと古い車両です。なかなかね出回ることもないかもしれません。で価格の方もね少しねお高めになってくるかと思うんですけども、まあ、もし気になる方はちょっとね探してみてください。まあちょっとお値段出しても満足できるね車両になってたんじゃないかなと思います。まあこんな感じでね引っ越し関係のトラックもねコンビニとかと同じでもう僕ねすごいね、まあ、すごくね僕はコレクションしたいジャンルなので、またね今後ねいろんなね会社がね出てくれるのをね楽しみにね待ちたいかなと思います。まあということで今回はこの辺りにしてくれたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしますのでよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタ、そして最近の話題の腰関東でね、そちら限定のね動画も配信中でぜひねお友達登録よろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またねこの動画でぜひお会いしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。